の雨がだいぶ取れたんで、はい、続けていきますね。あ、ごめんなさい、それで居酒屋が、すごいなと思って、なんかめっちゃ変わったのがすごくて、もうなんかもう一気にもうなんか肩の疲れがすごいなくなった、なくなったというか痛みが全然なくなったので、はい、もうちょっとそっちに頭がいってしまって、よかったです。うん、でも確か、はい、まあ、そこからまあブラック企業で、うん、まあ、働いてて、うん、親に売り、まあなんか、うん、もうあんたはそんな、うん、なんかボロボロ、顔色もすごい悪かったみたいで、うん、なんかあんた、うん、もう頼むからやめてくれっていう感じで、あ、まあ、やめることになって、うん、はい、でもなんか当時やっぱりそんな、うん、今まで頑張ったのに、うん、なんかそれでやめてしまった、うん、今までの頑張り何やったみたいに思ってしまって、ちょっと洗脳されてますね。あ、そうなんですそれで、うん、なんかちょっとでも役に立つことないやろかっていう感じで、うん、まあ、じゃあブラック企業で働いてる人たちを元気にさせるには、うん、っていう風な感じになって、まあ、あの例のアホな行動、おたげですよね、はい、まあ、まあ、アートデラックスでは、うんうんうん、まあ、おたげで、うんうん、あのブラック企業で働いている人を元気づけようっていう感じで、うん、うん、はい、うん、いや、もう本当に、まあ、そうですね、まあ、とにかく、うん、なんだろう、ブラック企業で働いている人を、うんうんうん、させたいっていう意味で、うんうん、まあ、なんかあんな、うんうんうん、ちょっとおたげを、まあ、なんか誰のおたがあんなふうにもう暴れ狂ってやったりとかしちゃって、はい、まあでも本当に、まあ、うん、じ、そうですね、なんかまあ一心不乱にやって、うんうん、まあ、まあ、そっから、うん、まあなんかでも結構あの、まあ、当時そのまあ事務所に所属してたんですけども、うん、まあ、ちょっと、まあ、あ、そうですね、まあ、事務所名とかは言えないんですけど、うん、まあ、それで、うん、なんか、あ、この調子、この流れで、うん、なんかちょっと、うん、別におたげとは関係ないこともやってみ、うん、こうみたいな感じになって、まあなんかでもそうですね、なんか、うん、わけの、なんか、なんだろう、ちょっと、なんかちょっと、CD 出すという、うん、歌出してましたよね。歌ったりして、まあでもそれで、タワレコのインスタライブとかもやったんですけど、あ、すごい、そうなんですね。まあでもその CD が、うんうん、大爆死してしまいました。あらー、いや CD は難しいですよねいやなかなか今音楽売れないって不況ですからね。それでもなんか、うん、うん、だいたい確かなんか300、400万ぐらいかかってたみたいでして、で、まあ結構あの無言の圧力というか、うわー辛い、うん、無言の圧力は、まあ、そうですね、お前あのこれいくらかどれだけの大人が関わってるのか分かってるなって、うん、なかなかまあちょっと、うん、なんていうか厳しいですよね。厳しいですね。まあなんか抜けたと思ったらまたみたいな。うん、どうもブラックと変化あるよ。あ、でもすごい気持ちよくて嫌なことがすごい忘れちゃいます。よかったです。足首コキコキ言いますね。でもすっごいめっちゃ気持ちいいですね。あ、よかったです。すごい体柔らかいんですよね。あ、あー、そうですね、なんか写真とか動画で見ましたけど、なんか、より人に伝わるにはどうしたらいいだろうかっていう感じで、うん、はい、うん、なんかアクロ
ロボットの技で、うん、思いっきり動いたら、うん、言葉で伝えるよりも伝わるんちゃうやろかっていう感じで面白いあーそれで、うん、あー、うん、うん、今までも、うん、何やかんや言って、うん、うん、つい、あ、昨日か、昨日もなんか、うん、アベマ、うん、アベマフレッシュのテープなんかその撮影があったんですけど、うんうんうん、まあなんかその時もまあやったんですけど、うん、思いっきり体を反ったりするの、うん、うん、昔ほどなんか何回も何回もやる体力が危ない危ない、いやそんなやったらよくないと思います何回もやる、あーすごいちょっと体力落ちてきたなって感じ、何回もやるとさすがに前はそんなバテなかったのに、今はバテやすくなっているわっていう感じ、あれは多分結構大変ですよ、腰に負担かかるし、意外と足首が硬いですね、なんかすごい柔らかいのかなと思ったら結構、そうですね、実は意外と全部が柔らかいわけじゃないですね、腰が柔らかいですね、多分そうやと思うんです、意外と足首とか、うんうんうん、あんまりその曲がったりしないので、太ももがめっちゃ、太ももかな、太ももの伸びがいい、うん、なんですかね、うん、太ももの筋肉が一番よく使うっていう感じ、でもすごいなってめっちゃ気持ちいいです、はい、わあ、そんな、はい、そうですね、あ、なかなかケアできてないですか、うん、こんななんか、うん、伸びっとしたりしないんで、うん、ああそうなんですね、踏みますね、いかがですか、すっごいもう絶妙にいいです、もうめちゃめちゃもう本当に気持ちいいです、うん、声がアニメ声ですよね、なんかあ声がなんか、印象的やなってよく言われるんですけど、なので、電話とかでも、うんうん、まあ今はまあその中うん、その電話出る前に名前出るんで分かるんですけど、うん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 、普通にお店とか、うん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 、なんか、まあ、そうですね、まあ、普通に電話出る時とかはもう、うんうん、もう声だけで誰か分かるみたいな、ああそうですよね、喋、うん、り方もちょっと独特ですねなんかもうそれで、あでも結構そうなんですよね、なんか、はい、どんな人かを覚えてないけど声で誰かを思い出したわみたいな、はいはいはい、話したこと絶対あるってなりますもんねもうなんか声で、あ思い出したわみたいな、喋るまではなんか全然なんか、はい、あれやったっけみたいな感じで結構、声で覚えられやすいっていうのは、覚えやすいと思います、特徴が結構ありますもんね、うちもすごい気持ちいい、その独自の感性とかはもうずっとなんですか、あなんですか、なんかすごい、はい、なんか今までにないものをなんか、うん、なんか作りたいなっていうのがすごくありまして、なるほどね、なんか、あでも今はまあ、うん、まあでもマトリックス、マトリックス、あれ、うん、はい、スケート選手で名前忘れちゃったけど、はい、はい、イナバウアーですね、イナバウアー、じゃなくて、なんか最近男の子で、ああなんとか翔馬くんじゃなくて、あなんかですかね、多分そうそうですよね、そうだから、はい、すごいなんか、はい、やってますね、すごいなと思って、はい、あんななんかあれやりながらスケート滑るの、はい、確かに、
えげつないな、すごいなと思いました。あの CM 面白いですよね。あののけぞって滑りながらお腹の上を滑っていくやつ。あれですよね。あの人ですよね。どうせ失敗だし。まあでも、まあ宇野昌磨くんじゃないですか。ああ、そうです。宇野昌磨くん。いやもうあれはすごいので華麗で、すごい、確かに、なんていうか、もう何ですかね、綺麗でさらに、確かに、あの芸術的で、そうですね。まあ私はちょっとそんな芸術的なのは見ないので、まあなんか、まあなんかそうですね。なのでとにかく、まあなんか当時その25歳ぐらいの時はもう本当に芸術的とかそんなんよりも、本当にもう全身全霊を使って、もうなんか応援しようっていう、もう素晴らしいですね。そんなわけわからんことが。今でもそのブラック企業で働く人たちを元気づけたいっていうのがめっちゃあるんですよ。ああ、一緒なんですね。そうなんですね。すごい。なんていうか、多分そのまあ当時20歳とかその辺そのぐらいの年やったんで、まあ一番遊びたい時期に働いてますもんね。まあ、そうです。もうすごいなんていうか、まあ使われ、なんかめちゃめちゃ。雑巾のように使われたんで、なので、なんとかしてでも、なんか無駄にしたくないっていうのがすごいあって、でも一番困る質問が、ブラック企業の定義って何って言われた時なんですよ。定義は何だろうって感じですね。人それぞれなのかとか、そうか、そういう活動してるとそういう質問もあるんですね。めちゃ聞かれるんです。定義っていうのは定義それは調べてくださいって感じですね。分かるですよね。少なくとも、まあ、自分って考えても旗から見ても、少なくとも自分が働いてるところはほんまにブラックやったんかなと、朝9時から、まあ本当に12時、夜の12時なので、終電、まあギリギリまで、働いてたり、なんかしたらネットカフェで泊まるっていう感じ。で、お母さんまた勤務なんですか、ネットカフェから。あ、そうです、ネットカフェからまた、無理。それはひどいですね。ブラックなんやろうけれども、まあでもそのなんかグレーのところ、いやでも私の感覚では8時間こうあの要はなんだろう、サービス残業させられるとか全部ダメだと思いますよ。もうそんな極端そんな雑巾のようにされるのはもちろんそうですけど、あ、でも花澤先生は疲れたりしないのですか、体力とか。まあ疲れることありますよ。寝ます。昼から寝たりしますよ。おかげさまで、まあ、自営なんでね、その辺なんだろう、そんなにクエスト考えてやれるので、それが私もそんな無理なんですよ。その使われるのは、そんな体力もないですし。元々そのチェーン店で働いてて、大変だから独立したんで、いやとダメですね。すごい本当にめちゃめちゃ気持ちよくて、なんか幸せ。寝てても大丈夫ですよ。中野さん、なんか私的にはやりやすいっていうか、いい感じの凝り方です。あ、ありますね。なんか手にフィットする感じとか、ありますよ、人によって。やりづらい人、やりやすい人いますね。
この動画が良かったらグッドボタンとチャンネル登録をお願いします。ではまた See you See you again See you again